関西在住のラノベ作家志望です。自称を目指して鈴木先生の講座かご紹介いただいた大阪創作サポートセンターのどちらかの受講を考えています。ラノベやファンタジーやラブコメを書くのであればどちらの講座がより適しているでしょうかって、それは僕に聞いたらうちの講座に一番いいに決まってるでしょう。それはね、とりあえずその相性があったので小説講座っていうのは相性があるので何とも言えません。ね、とりあえず受講してその合わないと思えば乗り換えればいいです。その選択の余地がある限りは選んでください。小説講座の先生も自分で選ぶことができますから、うちの講座は、一つ申し上げておくと、うちの鈴木吉祥小説講座というのは目的は受講生をプロにさせるのがうちの目的です。で、受講生を気持ちよくさせるための講座ではありません。で、そういう小説講座は小説講座であります。で、それはそれで入るととても楽しいので、それに対して僕は否定はしません。だから自分がどういう目的なのか書いて気持ちよくなりたいんだったらそちらに、そしてプロになりたいんだったらうちにどうぞということです。